はい、ゆかりんですよ。はい。エトランゼ聞いていただきました。ゆかりね、毎年っていうか、なんだろうな、今年はさ、お誕生日がライブだったでしょ？ありがとう。でね、いつもさ、ゆかりのね、周りのね、スタッフの人たちはね、珍しいねってよく言われるんだけど、いろんな人の誕生会をやるの。ゆかりだけじゃなくて、本当にいろんなね、関わってるスタッフの人のね、誕生会をね、ことあるごとに やるのね。それでね、美味しいお酒を飲みましょうみたいな。まあ、怒りは飲めないんですけど。でね、今年はさ、怒り誕生日だったからね、ライブの後で、まあ、中打ち上げみたいな感じで、今日が残ってますけど、まかりが残ってますけど、とりあえず打ち上げ兼ねてね、お誕生日お祝いしましょうみたいな感じのね、あれ？ゆかりが勝手に誕生日をお祝いしたつもりでいたけど、あれはただの飲み会だったのかな。まあ、とにかくね、あ、ケーキあったもんだって、あのステージに出てきたケーキ、使い回しの。だからやっぱ誕生日を祝ってくれてよかった、合ってた。それでね、やったんですよ。だけどさ、東京に居残りのね、スタッフさんっていっぱいいて、例えば、まあ、みんなが知ってるとこで言うと、喫茶クロウサギに出てるキテレツな女子石岡さんとかね、がね、居残りだったからね、東京でまたね、誕生会やってくれたんですよ。それがね、全然もう誕生日の日終わってるからさ、突然ね、だったんだけど、この間文化放送の収録がね、終わってね、じゃあ帰りましょうって降りてたらね、駐車場のところにね、黒くてでかくて怖い車と、黒い服で坊主でひげの怖い制作の人がバラの花束を持って立ってたんですよ。でね、ははーん、誕生会だなって思ったの。だけどね、車に乗ってね、そのどっか知らないですけど、その会場に向かってる間ね、隣にいた石岡さんにね、ねえねえ、今から誕生会でしょ、誕生会なんだよねって言っても、違います、誕生会じゃないですっていうの、どこに行くんですかね、私もわからないですみたいなことね、言うのね。で、結局まあ誕生会だったんですけど。ほいでさ、そのもうね、ずっともう石岡さんも誰かにメールしてるし、今車に乗りましたとか多分ね、送ってるんだと思うの。まさか元気大好きだよとかじゃないと思うのね。そういうくだらないメールじゃないと信じたいんですけど、今もうすぐあと5分ぐらいで着きますとか、そういうの多分打ってたんだと思うんですけどね。で、そのなんかこう、あ、みんなもしかして立ってるの、座ってるよね、立ってんの、座ってていいんだよ、ごめんね、ごめんごめんごめん、こんなもう別に今ふーって言うとこじゃないから、ごめん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 ね。ほいで誕生会で行ってさ、エレベーターガーって開いてさ、よって言ったら、なんかファンクラブのスタッフさんとか三島明夫さんとかがいらっしゃいまして、驚けよみたいな空気を出してるの。ゆかりん、空気読んで驚けよみたいなね、感じになっててね、うわー、びっくりした、まさか誕生会が今日行われるなんて。って言ったんですけど、非常に楽しい会だったんですけどね。なぜかその会場が貸し切りじゃなくて、隣に普通のね、なんかサラリーマン軍団みたいな方がいらっしゃってね、ずーっとね、あのカラオケがあったんだけど、共有なの、カラオケボックスじゃなくて、なんかそのバーみたいなとこだから共有なのね、カラオケが。だずっとなんかね、女子の OL の人がね、なんかもう、ゆかりごめん、ちょっと興味がないからわかんないんだけど、あのさ、湘南とかでさ、なんかイベントとかが あるんでしょ、世の中、なんか
Love みたいな、ちょっとわかんないんだけど、これ全然わかんない。そういうなんかね、ゆかりにはね、あの正直ね、お経にしか聞こえなかったんだけど、その歌がね、あの歌詞とか知らないからさ、それをね、ずーっと歌ってて、で、もうなんかよくわかんないから、うちのチームも、行け石岡行くんだ、今行くんだ石岡って言って、石岡さんがね、張り切ってガッツだぜを歌ってくれたんですよ。そのガッツだぜがもうね、誰も聞いたことのないガッツだぜ未だかつて聞いたことのないガッツだぜで、みんなほらさっきメタウサ姫のさ歌あったじゃん、あれを300倍ぐらい濃くした感じのガッツだぜをね歌ってくれたんですよ。そしたらね、あ、その前になんか知らないけどリトルウィッシュを誰かが歌ってみんなでコールを入れたんだそう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 でした。そういうこともありました。はい。でなんかこうやってたらですね、そのビルの3フロアぐらいがそこのお店の持ち物だったんですけど、隣の OL の方たちはね、静かな場所に行きたいって言ってあの空いてたからね、他のフロアが。で、私たちが行くにはちょっと狭いところだったから、人数が多くて、じゃあすいませんここでお別れですねみたいな感じでお別れしたんだけど、去り際にやっぱしそのわおの人たちもなんかねノリノリで、なんかこう彼たちが歌ってる歌に合わせてイエーイとか言ってくれてたから、なんかこう異文化と触れ合って楽しかったなっていう異文化との交流をね、はい、果たしてきました。よかったですなんかさ、そのね、リトルウィッシュをね、あの歌ってくれてね、あのスタッフさんが一緒にね、みんなでね、やったんですよ。なんかはーいはーいは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 いゆーかりはいみたいなのをやったんですよ。楽しかったです楽しかったんだけど、にゃ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 ふうふうとかいうのをみんなでねやったんですけどね、ちょっとテンション上がりますね、あれ楽しかったです。みんなの気持ちがちょっとだけ分かりました。っていうか、なんならもうゆかりも本線を歌わないでそっちに参加したいです。それでもいいんじゃないかなっていう気がしています。はい、ということでなんかこういまいちよくわかんない話をしたんですけど。